森永インみんなと協力して一つの作品ができるのが楽しい。みんなの絆がないとできないことなんで、チームワークも結構大事になってくる。スパイクを思いっきり決めた時がもう最高です。思いを一つにしてる感じが、合唱やってるなって思う瞬間が一番好きです。役目が果たせなかった時が悔しいです。一丸となって最後の最高の夏にしたい。もうあと少しでこの部活終わりなのか。いつも救ってくれるのは同じ楽器の仲間だったりするので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。あ、すげえすげえすげえ、真面目にやってる。すごい。こんにちは。差し入れ持ってきました。みんなの部活全力でやってるから差し入れ持ってきたよ。欲しい人。はい、ありがとうございます。みんなと同い年ぐらいの時に僕とギターの講師文化祭に出るっていうのでバンドを始めたんです。その時文化祭でめちゃくちゃ下手打って全然ダメで、もう大泣きしてね、悔しくて。それの本当に延長で今に至ります。まあ僕らもみんなとあんま変わらんかなと思ってて、ちょっと僕らがスタートが早かっただけで、やけんなんか俺らが音楽しよることでみんなに伝えられることってなんかなって思って、今日は来たけんがみんなと一緒にこうライブをサプライズできたらなと思うんで、後でよかったらライブに遊びに来てください。よろしくお願いします。マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト。ワニマ。部活に全力の皆さんにワニマが差し入れに来たばーい。体育館に全員集合。頭も体もパンパンやろ。毎日お疲れさー。ちょっと先を生きとる大人が全力で歌いよる姿、なんかあいつらもしかしたらかっこいいかもしれんな。え、あのおじさんたちよう見たらなんか全力で熱いこと言うとるな。ちょっとでもなんかみんなにね、言葉が刺さったらいいなって思ってます。みんなのために作りましたローリングデイズ。もっともっと吐き出すように息を吸って引き寄せて抱きしめて溢れるくらいの愛を知って変わってく過去未来も霞んでる今を打ち破って冗談じゃねじぶじないなんと Oh 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 oh
ライブ最高でした、ありがとう。楽しかったね。あの日、もし俺がその高校生のあの時の俺がもし そこで見とるんやったら、あ、ワニマの健太かっこいいなと思わせたいし、あの日の自分を救うのは自分やと思ってます。みんないろんなこと抱えとると思うけど、思うように自由に生きてってなー。